日本にはあってなぜ韓国にはないんだ。東京ディズニーランド、ディズニーシー、ユニバーサルスタジオジャパンなど、日本には多くの著名なテーマパークがありますよね。大型連休には長蛇の列を作り、一つのアトラクションに乗り込むのに何時間の待ち時間が形成されているかを報道されたりもしています。皆さんもきっと大好きなテーマパーク、しかしお隣の韓国のテーマパーク事情は日本とは少し違った様相を呈していました。日本には多くのテーマパークがあるのに、どうして自国の韓国ではテーマパークを楽しめないのだろう。そんな声が韓国の人々の口から漏れています。そして彼らはその要因の真相を知ることで唖然としてしまうのでした。一体日本と韓国の間にあるテーマパーク事情の差とは何なのでしょうか。今回はその差を詳しく見ていくとともに、それに対する海外の人々の反応も合わせてご紹介していきます。それでは早速一緒に見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。そもそもどうして韓国は日本にあるようなテーマパークを自国に誘致できないのでしょうか。ディズニーランドやユニバーサルスタジオなどがそれに当たりますね。例えばディズニーランドなんかは世界にもいくつか開園されていますよね。本場であるアメリカに2カ所、パリや香港、上海にも存在しています。上記に日本を含めた6カ所のディズニーランド、2024年3月28日韓国メディア、韓国経済は高くても行きたい韓国人観光客の金をかき集める東京名物というタイトルで東京ディズニーランドに関する記事を掲載しました。記事の中では人気アトラクションでありアメリカのマーベルスタジオのキャラクターが登場するプログラムが開催されることを紹介しています。また東京ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの2023年4月12月の連結決算が5年ぶりに過去最高を更新したことも伝えました。この記事の反響として韓国国内では経済レベルを引き上げるためにサービス業の高度化を求める声が上がりました。従来の規制を撤廃し製造業などと比べると明確に不十分な税制を正し支援を行うべきだとの指摘も見られました。ただそのためにサービス産業発展基本法が作られたものの、医療を適用対象に含めるかをめぐって韓国の与野党の溝が埋まらず国会で通らないまま、なんと13年が経過しているのが現状でした。この記事と国策をめぐってネットではこんな声が寄せられています。政治の面倒なしがらみのせいでサービス産業の発展が後回しにされているんじゃないか。韓国にもディズニーランドを誘致して日本のディズニーランドに行っている客の半分は韓国人だろうな。韓国の企業にはディズニーランドを経営できるような能力を備えたところはないのだろう。どこも皆消極的だ。上海のディズニーランドはもともと韓国に建設を予定していたのに直前でその話がなくなったそうだ。ネットの声からも上がっていたように、実は韓国は過去にもハリウッド映画を題材にしたテーマパークの建設が何度となく頓挫しています。韓国水資源公社が推進していたユニバーサルスタジオの韓国誘致事業が結局失敗に終わったことも明らかとなっています。このことからもわかるように、韓国では日本にあるような著名なテーマパークがほとんどありません。しかしテーマパーク誘致の話が一切なかったわけでもないのです。韓国ファソン市、ここは首都ソウルから車で約1時間弱の都市です。このファソン市ではかつて多くのテーマパーク誘致の話が浮かんでは消えてしまった町です。2000年代半ばにディズニーランド誘致の話が持ち上がったものの、結局は頓挫してしまい、さらには2007年にユニバーサルスタジオを誘致する話が上がった時も韓国企業の投資問題と土地所有者の売却問題が重なり、10年後の2017年に完全に話は白紙となりました。なぜ韓国は外資のテーマパークを誘致するに至れないのでしょうか。そこにはまず韓国の人口数が問題となります。約5000万人という韓国の人口数では中国や日本のような集客数を見込めないとされています。要因は他にもあり、韓国政府が
外資系投資に対して消極的になっているため、政府の十分な支援が見込めないためというのもありました。例えば上海ディズニーは中国政府が支援金を出したことが決め手となったという話もあります。もしも韓国政府が支援に前向きであったなら違った形となっていたかもしれませんね。さらにテーマパーク誘致に伴う交通整備などのインフラへの投資も消極的でした。投資と土地の売却に際して儲けたい側がより値段を釣り上げた結果、交渉が決裂してしまう可能性もあります。たとえ誘致自体に成功しても今度はそのテーマパークの運営維持にも懸念が残ります。このように韓国のテーマパーク誘致は日本と同じようにはうまくいかないという可能性が示唆されているのでした。もちろん韓国にも国内で高い人気を誇るテーマパークは存在しています。釜山とソウルの2カ所にあるロッテワールド、ソウル・ソゴンドンのスターアベニュー、キョンギとヨンイン市のエバーランドなど韓国の人々から愛され高評価を獲得するテーマパークは多数。しかしこれらは世界的に見れば残念な評価を下されていることもあります。2023年3月、荷物保管サービスを提供するイギリスの企業スタッシャー社が世界のベスト&ワースト観光地を発表しました。世界99カ所の観光地のうち訪れる価値がある場所と避けるべき場所をランキング化したものです。この調査は Google マップのレビューや現地の宿泊施設の質、最寄りの国際空港からの距離、観光客の安全性、 TikTok での人気度などの指標をもとに10点満点で評価されました。日本からは19位にユニバーサル・スタジオ・ジャパン、28位に東京ディズニーシー、34位に東京ディズニーランドが選ばれています。そしてこのワースト10のうち韓国のテーマパークが2つも選ばれてしまっているのでした。ワースト5位にロッテワールド、次期にエバーランドがランクインしています。ワーストランキングに名を連ねた理由については語られていないのですが、しかしその他の韓国のテーマパークの実態を知ればおのずとその理由も察せるものがあるかもしれません。これについてはまた後ほど語っていきたいと思います。さてこのような韓国のテーマパーク事情ですが、しかし近日新たな情報が持ち上がってきました。それが韓国に待望のディズニーランドが建設されるという話でした。先述の通り以前も韓国にディズニーランドが誘致できるという話は上がっていたものの、結局その計画は実を結ばずに終わりを迎えました。それが2020年になって再び浮上し始めたというのです。2020年4月16日に韓国国土交通部は韓国水資源公社、新世界プロパティコンソーシアムとソファン国際テーマパーク造成事業の本契約を締結したと発表しました。オープンの計画としては2026年に一時オープンをしてからその5年後となる2031年に施設の完全オープンをする見通しとなっています。これまでもテーマパーク誘致の話が何度も出ていたソファン市に韓国版ディズニーランドが出来上がるということですね。この建設にかかる費用は日本円にしておよそ3958億円となる見通しになっており、これは2001年当時に東京ディズニーシーおよびホテルミラコスタの建設にかかった費用約3350億円を上回っており、その規模感の大きさを私たちに予感させています。また今回のこの計画は非常に信憑性も高く、ついに韓国にも世界に誇るテーマパークができるということで多くの話題を呼んでいました。ですがそこには否定的な意見も少なくありません。実はディズニーランドとしてオープンが計画されていますが、ウォルト・ディズニー社には一切関連がなく、韓国独自の大規模なテーマパークなるのだとか、つまりあくまでもディズニーの名を冠してもそれらの人気キャラクターではなく韓国独自のキャラクターを使用するしかないのです。上海そして東京にディズニーパークがある以上、ディズニー本社も今更韓国にディズニーパークを建設するつもりもないのでしょう。また少し不安なのが2026年の一時オープンを計画しているとあったのですが、
2024年6月現在でも建設が始まっているという話はありませんでした。韓国のテーマパーク自体も経営不振が叫ばれる中、韓国の人々が待ち望む大規模テーマパークは果たして日の目を見られるのでしょうか。そもそも2005年イ・ミョンバク元大統領がソウル市長だった時に、ソウルにディズニーランドを作ることでディズニー社と合意したという報道がありました。しかしこれをディズニー本社は即座に否定。上海ディズニーランドの建設が発表された時も、ディズニーはアジアにしばらく新たなディズニーランドを作ることはしないという声明を出してもいます。かつてパククネ元大統領が選挙公約に掲げたことで、いよいよオープンするかと思われたユニバーサルスタジオもパククネ元大統領の失脚であっけなく頓挫。となれば今回のこの韓国版ディズニーランドのオープンも望み薄なのではないでしょうか。さて、ではここで先ほども触れました韓国のテーマパークの実態を探るために、韓国のレゴランドについてご説明したいと思います。おそらく最も世界で有名なチーク玩具であり、今では大人も子供も楽しめるものとして地位を確立するレゴブロック、そのレゴブロックを作るレゴ社が出したテーマパークがレゴランドです。日本の名古屋にもあるため、レゴランド自体の存在を知っている方も多いと思います。レゴランドは本社があるデンマークをはじめ、アメリカに3拠点、イギリス、アラブ首長国連邦、韓国、マレーシア、ドイツ、そして日本を含めた10拠点が存在しています。レゴブロックを用いて制作された多くの展示物と、それにちなんだアトラクションを楽しめるテーマパークとして人気を誇っています。そして現時点で最も新しく建設された韓国のレゴランドコリアリゾート、こちらの経営不振についてお話ししていきます。2022年5月5日韓国チュンチョン市に開園したレゴランドコリアリゾート。チュンチョン市はカンウォン特別自治道の道庁所在地で、日本でも大ブームを巻き起こした韓流ドラマ冬のソナタの舞台ともなった場所です。ソウル市内からのアクセスも便利で、電車で迎えるのも大きなポイントでしょう。しかしそれをもてしても、この韓国のレゴランドは厳しい局面に当たっています。オープン直後こそ韓国初の世界ブランドのテーマパークとして話題を呼んでいましたが、すぐにジェットコースターや空中観覧車などのアトラクションの整備不良が原因で、来園者を乗せたまま緊急停止するという事故が起こってしまいます。それもオープンしてからの約2ヶ月余りの間に5回も連続して起こったため、ネットユーザーからの批判は避けられませんでした。どうせここも長くは続かないが、死者が出てしまう前に営業を停止しろ。韓国はいつも安全意識がなっていない。事故が起きてからじゃ何をしても遅いんだ。人件費や施設の管理費をケチるからこうなる。入場料も安くないのに、なぜこんな事故が当然のように連続するのよ。乗り物もレゴブロックで作ってるの？そもそもこの韓国のレゴランドはオープン前からもいろいろと問題を抱えていました。当初は2017年10月にオープンする予定だったのが、その時点で未だ施工業者の最終的な選定さえできていないというありさまだったのですから、この時期関係を見ればわかるように、本来は韓国のレゴランドの方が日本よりも先にオープンする予定だったのです。それがあっという間に日本に追い抜かれ、その後もいつ開園できるのかと韓国の人々は不満を膨らませていきます。そして約5年が経過した2022年5月にようやくのオープン。その直後の事故の連続は人々の不満に火をつける形となったのです。年間の来場者数を200万人に到達させると語っていた韓国のレゴランドでしたが、開園当初の5月が13万人、6月は10万人、7月には7万人と、その目標には遠く及びませんでした。そして2022年9月末に償還期限を迎えた2000億ウォン、日本円で約21億円の企業手形の不渡りを出してしまいます。もはや韓国のレゴランドは韓国経済のお荷物として足を引っ張り続けている始末です。ではここでこの韓国経済に悪影響を与える通称レゴランド自体についてもご
ご説明していきましょう。レゴランドが誘致されたカンウォン特別自治道、当初はもちろん観光客の増加を期待してレゴランドの誘致を決定しました。その造成地開発のためにカンウォン中道開発公社という好企業を設立。しかし開発予定地から世界最大級の遺跡が発掘されたことに加え、コロナ禍の影響で工事の予定が大幅に後ろ倒しとなってしまいます。工事時期が遅れたことで開発費用が高まったため、カンウォン中道開発公社は資金を調達するために債券を発行します。その額は日本円にして約200億円。これを投資から借り入れ、カンウォン道はこの債務を保証する立場になったのです。ところがここで新しい知事が就任したことで問題が起きます。新しく就任したキム・ジンテ道知事は2022年9月28日裁判所にカンウォン中道開発公社の再生申請を申し出ました。すると債券市場はキム知事の動きについて自治体の債務不履行とみなすことになったのです。キム知事は事態が大きくなると3週間後に保証した債務を払うと声明を発表しました。しかし市場参加者たちからの信用は落ちてしまい、これを受けて韓国公企業や一般企業など AAA 級優良債券の平均金利が 5.6% 台に跳ね上がってしまう事態となります。金利が高まったことで優良債券を発行した企業が追加で負担することになった。年間債券利子は日本円で約20億円にも達すると見られています。これには金融専門家からも、レゴランド自体によって自治体が発行する A1 等級の債券でさえ不渡りになるという疑念の心を人々に植え付けてしまったという見解が出されており、人々から非常に重く事態を受け止められていることがわかります。またレゴランド自体はもっと単純に周囲への影響も大きかったようです。なんと突然2022年12月から翌年の3月末までレゴランドを臨時休園すると発表があったのです。この発表を聞いた多くの人からレゴランドの基盤造成事業を行ったカンウォン中道開発公社に対してカンウォン道が再生申請をすることにした余波なのではとの声が上がりました。ですがレゴランド側は債券市場資金拘束状況とは無関係だと強調し、あくまでも施設維持管理のために休園を決定したものだと説明しました。とはいえこの休園でレゴランドが置かれた春泉市周辺地域への影響は免れられません。開園からここまでの6ヶ月で目標こそ達成できない見通しだったものの、延べ70万人がレゴランドに訪れていました。この来園者からの売上増加を狙っていた周辺飲食店は休園の発表に阿鼻叫喚。開園して売上が増えることを期待していたのに、いざ始まってみたらすぐに休園。私たちからすれば訴えられるわけでもないが、あまりに身勝手だと思うよ。真相は分かりませんが、このタイミングでのレゴランドコリアリゾートの対応は悪手だったと言わざるを得ませんね。では今回の話題について海外の人々からの反応をピックアップしてご紹介したいと思います。日本がいかに安全で信頼がおける国かを韓国と比較して理解することができるわね。事故の話も聞かないし、ちゃんと計画通りにテーマパークは開かれているもの。日本のディズニーランドに行ったことがない人はぜひ行ってみてほしい。あれぞまさに夢の国。キャストの対応や配慮が素晴らしいんだ。日本だからこその姿勢が随所に見られるよ。日本は経営能力の高い企業がテーマパークを運営しているんだろうね。一時期不振にあえいだユニバーサル・スタジオ・ジャパンも見事な復活劇を見せてくれた。苦しい時も一生懸命に問題に向き合ったからこその結果だと言えるだろう。いかがでしたでしょうか。日本のテーマパークが世界からも高く評価される理由、そこには人々が安心して楽しめる空間を作り上げられている実績があることが分かったのではないでしょうか。それは国内外を問わず多くの人が求めている大切なポイントなのです。日本がこれからも多くの人の夢を叶える素敵なテーマパーク作りに秀でた国であってほしいものですね。
世界的に有名な美術品をめぐり、韓国が日本に厳しい目を向けていることを皆さんはご存知でしょうか。日本ではゴッホのひまわりやウィレーの種をまく人など、数々の有名絵画が展示されています。しかし、韓国ではこのような有名絵画などの芸術品が展示されることはほとんどなく、日本に対して文句を言い始めたそうです。どうして韓国では美術品が展示されないのでしょうか。その理由は、韓国の国民性やこれまでの様々な事件が関わってきているようです。この動画では、これらを紹介していくとともに、韓国人の反応も紹介していきます。それでは、早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。日本にはゴッホ、ミレー、モネ、マネ、モディリアーニなどの有名画家の絵画が展示されており、国内で鑑賞することができます。しかし、韓国ではこのような芸術作品が展示されることはほとんどありません。このようになった原因について、韓国メディアはお金の問題だと取り上げています。実際に、有名な絵画などの芸術品を輸送するのにかかる費用は、数百万円、時には数千万円以上にも及ぶ時があるそうです。さらには、輸送費用以外にも保険料などが加わってくるので、最低でも数億円の費用が使われるそうです。これほど多額の費用が必要になるなんてとても驚かされますね。日本はそれほどの費用を費やしてまでも世界的な芸術品を展示する理由があったようです。しかし、韓国の芸術を取りまとめる機関は政府から数十億円近くの支援を受けており、韓国で芸術品を展示することも可能ですが、芸術品を見に来るお客さんを確保できる確証がないそうです。そのため、多額で芸術品を輸送し展示したとしても大きな赤字になってしまうのです。それに加えて、韓国では美術館の入場料が日本よりも圧倒的に安いのです。日本では1人3000円程度が一般的ですが、韓国では1人600円と、日本の6分の1程度の料金で絵画を見ることができます。日本以外の国々でも、コロナ禍の影響などから入場料を値上げしているところが多く、近年では数千円の入場料が当たり前となっています。一方で、入場料が他国と比べても低い韓国が高い収益を得るのが難しいことは明白ですよね。多くの人に芸術を楽しんでもらうために料金を低く設定することは決して悪いことではありません。しかし、その影響で高い芸術性を持った作品に触れることができなくなってしまっては元も子もないですよね。それにもかかわらず、韓国が入場料を引き上げることを行わないのにはある理由が隠されていたようです。韓国では過去にゴッホなどの有名画家が描いた絵画が展示されることもありました。美術館の目玉となるそれらの絵画はもちろん本物を展示していましたが、他の絵画は費用を削減するためにレプリカなどを展示することもあったそうです。韓国の人々たちはこのような展示品の質の低さから入場料の引き上げに反対する人もいるそうです。韓国の芸術を愛する人々からは、私は韓国の美術館に行くくらいなら他国の美術館に行くことをお勧めします。韓国の美術館は手頃な金額で楽しむことができます。しかし、レプリカが展示されることが多く、とても質がいいとは言えません。それに比べて、同じアジア圏に位置する日本は多数の芸術品が展示されています。韓国は日本よりも経済が進化していますが、芸術の水準は日本の方が高いようですね。私のようにお金を払ってでも本物の芸術を鑑賞したい人は日本を羨ましく思うでしょうね、といった声が寄せられています。しかし、その他には、韓国の美術館の入場料は他国と比べて低いようです。韓国も他国と同様に入場料金を数千円に引き上げるべきだよね。そうすれば他国のように韓国の芸術界も盛り上がると思います。値段を上げたら韓国人はさらに美術館に行かなくなるという意見もありますが、美術館に展示を見に行く人はそもそも金銭的に余裕のある人が多いので、いい対策だと思います、といった今の韓国の対応に不満を示し、入場料金を上げるべきだという意見も見られました。韓国メディアが金銭的問題で芸術品の展示が難しいと報じた結果、国民も入場料金を上げるべきだ、
という意見が述べられるようになったのです。しかし韓国で有名な芸術品が展示されないのにはもう一つの理由があったようです。韓国の芸術好きの人たちによると、その理由は韓国人の鑑賞マナーの悪さにあるそうです。韓国で有名な芸術品が展示されないのは金銭的な問題だと言われることが多いですが、韓国人の鑑賞マナーの悪さが懸念されていることは間違いないでしょう。以前も韓国人の子供が美術館の絵画の上に乗り、親がその写真を撮っていたことが問題となりました。このようなことが起きる韓国で展示をしたくないと思うのは当たり前のことですよね。コメントにもあるように、以前韓国では美術館での親子の迷惑行為が注目されていました。この事件では驚くことに1億円以上もする作品が被害に遭っていたのです。作品には汚れや傷がついてしまったそうなので、大きな被害が生まれてしまいました。近年では日本に多くの韓国人が訪れていますが、日本の美術館でも問題が起こっています。美術館に訪れた韓国人によるゴミのポイ捨てや撮影禁止場所での撮影、食べ歩きなどの問題が起きているそうです。このような韓国人のマナーの悪さに対して、美術館では展示物に触れるのを禁止する標識があるにもかかわらず、このような事件が起きるなんて信じられませんね。韓国では子供だけではなく大人までもがマナーを守らない場合があります。子供がルールを破ったにもかかわらず、それを注意しない親には呆れてしまいます。子供は間違いながら成長していきますが、親が間違いだと気づかせてあげられないなんて、子供の将来が心配になりますね。といった親への厳しい声が上がりました。韓国では他にも高額な芸術品がマナーを守らない人によって被害に遭っていました。韓国の首都ソウルにあるリウム美術館に展示されていたコメディアンという本物のバナナを使用した作品が2023年に被害に遭いました。この作品はイタリアの芸術家マウリツィオ・カテランさんによって作られたもので、12万ドル以上の高い価値のあるものでした。しかしこの作品に使われたバナナが韓国の男子学生によって食べられてしまったのです。男子学生は取材で、空腹だったから食べてしまったと述べていましたが、彼の行動は多くの人に批判されました。その後はバナナが新しいものに交換されて展示が続けられました。続いてはソウルの展覧会に出品された絵画について紹介します。この展覧会ではドミニカ共和国出身のアーティストであるジョン・ワンさんによって作られた作品も出品されました。この作品は約5000万円の値がつくほど高価なものでしたが、若い来場客によって落書きがされてしまったのです。事件が発覚すると警察も動き出し、落書きをした本人は逮捕されてしまう事態となりました。被疑者は警察による取り調べに対し、作品の前に絵の具が置いてあったから描いていいのかと思ったと主張しました。被害に遭った絵画は落書きの芸術という意味を持つグラフィティアートというアートスタイルでした。そのため被疑者も落書きをしていいと勘違いをしてしまったそうです。この被害に対して作者は作品の復元を求めました。自分が必死に作成した絵画が他人に落書きされたら作者が悲しむのは当たり前ですよね。しかしこのニュースを知った韓国人の反応は思いもよらないものでした。落書きのおかげで作品の開放感が増して、さらにいい作品になったように感じます。作品の前に絵の具を置いておくのが悪いよ。作品のスタイルからも落書きをしてしまうのもしょうがないと思う。作品をわざわざ復元する必要はないんじゃないかな。最初から絵の構図や色合いをこだわって描いたわけではないと思うよ、など落書きを認める意見が意外にも多く述べられたのです。日本では批判を集めそうな出来事ですが、国民の意外な反応には驚かされますね。しかしこのようにマナーの悪さが当たり前になっていることで、韓国に芸術品を預けたくないという思いが芽生えるのには納得しますね。実は日本も韓国で被害に遭い、芸術品の展示をいやいやしています。ここからは日本と韓国の間で芸術品をめぐって起きた問題を紹介していきます。事件は2012年に長崎県長崎市にある観音寺で起きました。観音寺は709年に行基によって建てられた
長崎市周辺の最古の寺院と言われています。観音寺には文化財が数多く保管されていて、本物の仏像を一目見るために多くの人が訪れています。そんな中、県指定文化財にも指定されていた仏像が8人の韓国人窃盗団によって盗まれたのです。そして韓国まで持ち出された仏像は日本が返還を要求しましたが、韓国側はもともとは韓国の仏像であり、かつて日本に略奪されたものである。そのため日本が正当に仏像を取得したということを確認するまで日本に仏像を返還してはならないとして、日本への仏像の返還を拒否したのです。根拠のない言いがかりで返還を拒否する韓国に対し、観音寺の住職らは激しく反対しました。その結果、仏像が盗まれてから11年後に所有権は観音寺にあるとして判決が下りました。しかしそれから半年以上経過した現在でも仏像は返還されていないそうです。日本で起きた窃盗事件に対して国を挙げて擁護する韓国には度肝を抜かれますね。実はこの事件が起きる前から日本の文化財が韓国に盗み出される事件が多発していたそうです。そうして日本でも他国と同様に韓国に対しての信頼は低下していったのです。韓国がさまざまな問題から厳しい目を向けられる一方で、日本は世界中の国々から称賛されています。それは日本で数多くの有名な芸術品が展示されていることを見ればすぐにわかりますよね。どうして日本はこれほどまで世界中の国々からの信頼を築くことができているのでしょうか。その理由は日本の美術館の厳しい規制に隠されています。館内では写真撮影が禁止されていることが多々ありますが、海外では禁止されていないことがほとんどです。その理由はフラッシュによる作品へのダメージを防ぐためや、他の鑑賞者の邪魔を防ぐためだけでなく、作品の著作権を保護する目的でもあるそうです。日本では所有者の許可を取って撮影を許可している場合もありますが、撮影した画像がインターネット上で無断使用されることを防ぐために撮影を禁止する標識が設置されることが多いそうです。また美術館の中にはシャーペンの持ち込みを禁止していることもあります。それは折れたシャーペンの芯が作品に飛ぶことを防ぐためだそうです。そのため日本では館内でシャーペンの使用が禁止されていない場合でも鉛筆の利用が推奨されています。ここまで細かい規則が定められていることによって、他国は安心して日本に作品を展示することができるようです。2020年から2022年の間はコロナ禍の影響で美術館への入場者数は大幅に減少してしまいました。しかし2023年から入場者数は回復していきました。2022年から2023年の間開かれていたゴッホ展では24万人以上の人々が集まりました。今後も日本では様々な有名絵画が展示が計画されています。興味ある方はぜひ訪れてみてください。今回は韓国で芸術品が展示されない理由を紹介し、日本と比較してきましたが、いかがだったでしょうか。今も日本で様々な芸術品を見ることができるのは美術館の厳しいルールを守り、作品に対して誠意を持って鑑賞してきたからです。これからもマナーを守って素晴らしい作品を鑑賞していきたいですね。韓国から日本人がいなくなった結果、とんでもない事態へと発展しているといいます。日本からも距離が近く、海外旅行先として選択肢に入ることの多い韓国。観光、グルメ、それにショッピングを目的として多くの人が訪れたことのある国かと思います。さてそんな韓国ですが、近年では日本人の観光客数が激減しており、その代わりに中国人観光客がどんどん数を増やしているそうなのです。減少していく日本人観光客の代わりに、韓国は中国人観光客を取り入れるべく、この状況をチャンスと捉えていました。政府や自治体、民間企業などもこれまでの日本人向けの対応から中国人向けのものへと方針を切り替えつつあるのですが、
しかしその一方でこれが原因となって韓国に新たな問題が生じることとなってしまったのでした。一体どんな問題が韓国を蝕んでいるというのでしょうか。今回は日本人激減の裏で巻き起こっている韓国の実態と題して、韓国の人々の嘆きとともにご紹介していきたいと思います。それでは早速一緒に見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。2023年8月、中国政府は実に7年ぶりとなる訪韓観光の許可を下ろしました。するとたちまち多くの中国人が韓国へと観光に訪れ、この数年韓国の観光客数1位であり続けた日本をすぐさま超え、中国人観光客数が最多となったのでした。2023年の9月の調査では訪韓観光客数109万8034人のうち26万4000人が中国人だったといいます。コロナ禍以降、中国が約4年ぶりに1位へと躍り出たというわけですね。またこれは単純に中国人観光客の増加だけでなく、韓国に行く日本人観光客が減少したこともあります。これまでの歴史上幾度も起こっている日本製品不買運動の煽りを受け、近年でも日韓関係は複雑な立ち位置を余儀なくされています。また日本国内では円安の影響から海外を訪れる意識が低下しているというのも要因の一つでしょう。ネットにもこのようなノージャパンの方針に困惑を隠せない声も多く、いつしか我々も韓国人は日本人が嫌いという印象を抱いてしまっているのかもしれませんね。こうした影響からせっかくの旅行先に韓国を選択することに、みんなどこかで消極的になっている節があると考えられます。それでは日本人が減少し代わりに中国人が増加した韓国ではどのような影響があるのでしょうか。これまで日本人観光客の人気の地であった明洞では、日本語の代わりに中国語が頻繁に飛び交うようになったといいます。日本語での対応ができるスタッフは人員を減らされ、中国語を話せるスタッフが配置、中国で人気を博しているアイスクリーム店がその数を増やし、観光スポットには中国人向けのサービスが一気に展開されている状態なのです。そして韓国はこの現状を観光業界全体の売上アップのチャンスだと捉えたようでした。減少していく日本人観光客数に当初は焦りを覚えていた韓国でしたが、それを補うかのように増えていく中国人観光客数、その数は人口数を考えれば日本以上に期待が持て、さらに中国から訪れる人々はその国で爆買いをしていく傾向にあるという部分にも着目したのか、韓国免税店も日に日にインバウンド集客へと舵を切ったといいます。ここまでを聞けば韓国としてはさらなる経済効果が期待できそうですし、今後の展望としても明るく感じられますよね。しかし実際に中国人観光客が増えたことによって、韓国の人々はこれまでにはなかったさまざまなことに悩まされるようになったようです。韓国国内から聞こえてくる声を一部ご紹介しましょう。中国人のマナーの悪さを何とかしてほしい。なぜあんな大声で多人数で道占拠しているのか。彼らは街や公共施設を汚していくことに一切のためらいがない。日本人が多かった時代はこんなことなかった。ホテルのアメニティを持って帰るくらいはこちらも織り込み済みなのでまだいいが、備え付けのスリッパやタオルまで持っていくのは常識が通用しなくてもはや恐怖だ。繁華街が汚され、それをきれいにしたり管理する方がお金がかかりそう。このままじゃ他の国からの韓国のイメージが悪くなってしまう。また日本人に来てもらいたい。彼らならこんなことになっていない。インバウンド事業としては大きな経済効果を期待されているものの、どうやら人々にとっては彼らが来ることに対して頭を悩ませているようですね。なぜここまで韓国の人々が中国人観光客に対して感情を募らせているのか。それはやはり先ほどの人々の声でもあったように、中国人のマナーの悪さでしょう。彼らはこれまでの生活を送る上で身につけてきた習慣上の慣れから、トイレ関係なく用を足したり、列を気にせず横入りをしたり、大声で周囲への気を使わずに会話をしたりと、なかなか受け入れづらい行動が目立ってしまっているようなのです。そしてこれらは決して
犯罪のように強制的に取り締まられるものではありません。それが非常に厄介で、物事によっては明言化されていないルールを破った程度では批判をしようにもやりきれない部分があるのでした。こうなってくると韓国の人々が比較してしまうのが直近までの国内の状況でしょう。先述の通り、これまでは日本人観光客が韓国国内に多く見られていました。日本人は幼少時から家庭内だけにとどまらず、学校教育でもマナーや品格についてを学ぶ機会があります。これは世界的にも高く評価されている面であり、実際に日本人が海外に訪れた時の行動には多くの称賛の声が上がっているのでした。ホテルでの過ごし方も周囲の他の旅行者への配慮を常に忘れず、使用したベッドやタオルなどの備品は整頓されて退出されることも多いそうです。繁華街など国内外の人が多く集まる場所でもそのマナーの良さは遺憾なく発揮され、そこに暮らす人々や商いをする人々からも日本人のマナーの良さに慣れ親しんだ結果、中国人のマナーの悪さが際立ってしまうのでした。また先ほど韓国免税店がインバウンド事業での売上向上に舵を切ったと述べましたが、これも予想されていたほどの結果には今のところつながっていないようです。現在中国の経済効果が思ったように上向いていないこともあって、中国人観光客は免税店を利用しません。 SNS で人気のお店を訪れる程度のもので、免税店並びに韓国といえばの化粧品関連のビジネスを展開する店の売り上げもその実績を落としてしまっているのでした。さてここまで韓国サイドに立って中国人観光客の期待外れの現状を解説してきましたが、中国人観光客としても韓国にいざやってきたものの思うところは多々あると言います。それは中国人観光客が韓国を訪れて実際に感じる人々の思惑部分でした。ある時中国本土版 TikTok である動員にこのような動画が投稿されました。韓国のガイドと中国人観光客が買い物について激しく口論を繰り広げている様子が捉えられていました。ガイドは観光客に対し、買い物をしないならもう観光バスから降りて勝手にしろなどと暴言を吐いているのです。金を韓国に落としていかないならガイドはしないと言わんばかりのこの態度に SNS 上でも非難の声が殺到していました。観光なら必ずしも物を買うだけでなく、その土地のグルメや景観を楽しむことも十分に観光と呼んで差し支えないはずです。しかし実際に売り上げとして貢献しなければまともに扱わないとするようなこの態度は、実は韓国国内の観光スポットではよく見られる態度なのだと主張されています。実際のところは人々の感情部分によるところなので判別しづらいですが、それでもこのようなやり取りがちらほら見られてしまうのでは、中国人観光客サイドの言い分も理解できる部分がありますね。この騒動に対し世界的にも話題となったこともあって、日本人もコメントを残していましたので、その一部をご紹介します。こんな喧嘩を続けた結果、中国人が韓国から追い出されて今度はまた日本に来るみたいな、元の木阿弥にならなければいいんだが、日本からすればどっちもマナーの悪さに大差はないけどな。不買運動とか何か勝手にやって、それで日本から中国人も韓国人も減ってくれたのは別に全く問題ない。飲食店にいたら彼らのマナーの悪さは本当に目に余る。関係ないゴミを捨てていくことも何度もあったし、かわいそうだけど日本に害がなくなったならほっとした部分もあるよ。中国人への対策を講じなければならない面もあったから、これで多少は心配事が減ったと考えられるかも。日本人からは彼らのこうした問題に対して呆れの声が上がっているようですね。実際中国人観光客にとっては今は韓国に意識が向かっているため、日本への訪問者数は減少の一途にあると言います。いずれはそれにも落ち着きを見せたり新たな展開を迎えることもあるでしょうが、しばらくはこの様子が続くことが見込まれます。ちなみに世界的な印象の悪さを指摘されているのは実はアジア人ではなくアメリカ人であるということを皆さんはご存知でしょうか。彼らもまた宿泊先の備品を勝手に持ち帰ったり、その横柄な態度から嫌われているのでした。よく聞かれるのは、
彼らは訪問先の言語を一切尊重せずに、現地の人と会話をすることがあっても何のためらいもなく英語を使い続けます。英語が教養語だからといえばそれまでかもしれません。実際にこの世界で最も使用されている言語は英語になります。しかし彼らはそれを当然のものとし、さらには飲食店などで使用するお金もドル札のまま使おうとしたりなど、あまり印象の良くない行動を繰り返しているとのこと。いかがでしたでしょうか。こうしてみると、いかに日本人がマナーの良さで世界的に好印象を抱かれているかを実感しますね。こういった評価は、私たちの幼い頃からの何気ない習慣が紐づいていることが多いです。そのため、私たちはこれらの行動を当たり前の常識として行えているというわけですね。もしも海外へ旅行に行くなら、そこで私たちも日本人の評価が下がってしまうような言動はしないよう十分注意したいところです。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。